高橋名人のドキドキアップ、ということで高橋名人のドキドキアップは、私がおすすめする通勤通学途中などちょっとした時間にぜひプレイしてもらいたいスマートフォン向けゲームを紹介するコーナーになっております。今回はこちらのかわいこちゃんとご紹介します。はい、アシスタントのリリアンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、ビーンズ1980とイートビート、レッドスパイクさんという2作のご紹介をいたします。はい、はい、ではまず先に PV が流れましたビーンズ1980からご紹介いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アークの、放送事故自分の名前だよ豆腐 D です。豆腐 D さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。上がってる？上がってますね。いや、上がってるわ。さっきと顔色違うもん。赤い、酒飲んでるわけじゃないですよ。飲んでないんですね。飲んでないです、はい、じゃあ早速ですけど、そのビーンズ1980とはどんなゲームなのか教えてください。はい、ざっと世界観をご紹介させていただきます。はい、未来の日本の世界を舞台にしてまして、はい、その未来の日本の世界でスナックを経営する春子という女性がいるんですよ。はい、その春子という女性がとある事故によって、はい、頭を打つんですけど、はい、それによってタイムマシーンの設計を思いついてしまいまして、はい、お店をタイムマシーンに改造してしまうというストーリーです。はいはいはい、そして春子はそのタイムマシンを作ったことによって借金がかさむわけですよ。はい、その借金をじゃあどうやって返そうかなと思った時に、あ、そうだ、バブル時代に行けばいいんだと思って、はい、タイムマシンでバブル時代に飛んで、そこでお金を稼いで借金を返済したいというストーリーになってます。それが1980年ですか？そうです。バブルのちょっと手前ですね。確かにその通り。俺あのスーパーマーケットで働いた時代です、80年は。実は1980年から90年ぐらいまでの年代をさらってる感じになってる。なるほどね。まあ、じゃ あのバブルの入り口っていうことでいいかもしれないですね、これから、はい、ね。で次はで80年代に行ったら、はい、今度はですね、80年代バブルの荒波という連中がこう襲いかかってくるわけなんですよね。でその襲いかかられたところで大ピンチに陥る春子なんですが、うん、タイムマシーンと一緒に店ごと電子レンジを持ってきてるんですよ。電子レンジ、はい、でその電子レンジに昆虫採集が趣味なので、うん、カブトムシと豆腐をぶち込んでおいたんですよ。はい、でそれが未来にから1980年代に飛んだ時に物質変換装置になっていて、はい、豆腐ちゃんという生命体が生まれることになります。あ、それが主人公なんですね。そうです。あ、そこに右下に出てる、はい、いますね、黄色いカブトムシと豆腐が合体している物体が、うん、なるほどね。でその後は、はい、豆腐ちゃんで、うん、豆腐ちゃんはですね、お酒が大好きです。はい、でスナックで春子がお酒を飲ませると、はい、酔っ払ってすぐに外出したくなるんです。外出したくなる、はい、で外に出て行ってバブルの荒波軍団と戦って、ちょちょいとやるとまたお金を巻き上げて帰ってくる、はい、でそれを繰り返すことによって借金が返済できるというなるほど、ね、ストーリーです。じゃああ、これなんだ、はい、それがね。でこのゲームの説明なんですけれども、はい、パズルゲームがメインになってまして、はいはい、基本的には上画面がパズルゲーム、はい、下画面が、うん、なんて言えばいいんですかね、タワーディフェンスみたいなゲームになっています。なるほどなるほどなるほど。じゃこれはちょっと画面見ちゃった方が早いですかね。そうですね、はい、じゃあ早速ですけどちょっと画面を見ちゃいますか。はい、実際のプレイ画面を行ってみましょうか。はいはい、お、これだ。まずですね、まずどんな風に遊ぶのかをちょっと教えてくれますか。はい、とりあえずですね、ここですね、柄を3つ以上揃えてもらいたいんですよ。はい、で今てこう光ってる状態が、はい、ピンクの星のところですね。はいはい、これで揃った状態なので、はい、まあ、上からでも下からでもいいんですけど、上からでもいけるんですね。はい、あ、本当ですね、上から、はい、そうやって線を引いてもらって、はい、自分の出したいキャラクターのところまで引っ張ってもらうと下から豆腐が生まれると。うん、でそれを何回も繰り返していく。はい、繰り返す。これを
はい、あ、じゃあこれをその点数なのか、はい、なんかこのステージの終了の目的まで繰り返していくっていう感じですか。そうです、下に今エリマキトカゲが出てるんですけれども、はい、そいつを倒していくとどんどん右にガルウィングの軽トラックがあるじゃないですか。 ありますね。あれが敵の拠点になってます、はい、そこを攻め落とすためにたくさんの豆腐を出してください。なるほどね。あ、じゃあそのなぞるのは3個以上っていうことなんだけど、3個以上であればあるほど、はい、今なんか SP っていうのが出ましたね。はい、豆腐増量中っていうのは何ですか。豆腐増量中はですね、消した後にもう一回連続で消すと、全くパズルを動かさない状態で消すと増量になります。で、普通だと1体出るところが2体になり、2体が4体になり、はい、4体が8体になるっていうボーナスシステムなんです。なるほどなるほど。で、今あの下に豆腐が5つ並んでましたけど、はい、あれはどっからっていうか、そのキャラクターは何か違いがあったりするんですか。今はプレイの豆腐が並んでるんですけども、はい、実は実際豆腐を並べ替えることができるんですね。あ、そうなんですね。で、こちらの豆腐という画面に行ってもらってですね、はいはい、隊列のところを押していただける。そうですね、隊列というところがあって、で、うん、2つ目に空きがあると思うので、はい、そこにまあ赤いやつとか緑のやつとか適当に入れてもらえれば、うんうん、いけるんですね。なるほど、じゃあこれでゲームを進めることができると。これでキャラクターが編成されます、はい、で、はい、またホームに戻っていただき、はい、じゃあちょっと難しい方行くか。はい、どれぐらい行きましょうか。じゃあ8とか9とか10とか8とか9とか、じゃあ8で、はい、行きましょうか。これはだからキャラクターごとに攻撃の仕方が変わるとか、はい、そのなんていうのかな、魔法使いみたいなやつだったらなんかそういう、はい、攻撃方法が変わるとか。おっしゃる通りで、やっぱりキャラクターによって特性が違うので、はい、状況によって使い分けた方がいいんですね。なるほどね。で、普通の黄色いやつは通常の、うん、まあ何にでも使えるオールマイティ、はい、で、まあ三角コーンをかぶったやつは盾キャラなんで、はい、防御に特化してます。で、あの野球選手は、はい、野球選手、はい、いますね。3番目で野球選手真ん中に、うん、それが遠距離攻撃ができます。あ、間違えた。この端っこの青いボタンを押すと音、あのこのパズルが落ちてくるんですよね、はい、あ、そうなんだ、はい、え、自動的に落ちてこないんですね。自動的に落ちてきます。30秒に1回落ちてくる。あ、そうなんだ、ね、でもじゃあそのパズルのコマが、はい、なくなって何もすることがなくなったらボタンを押してとりあえず落とせばいいんだ。そうですね、溜まっていれば、溜まっていれば、はい、今は00だから落ちないってことですか。そうです。なるほどね。はいはいはい、変わっちゃう。僕ね、この間やった時に、はい、あれおわんなくなっちゃったらどうしようかと思ってたんですけどこういう場合はだからその横のストップの横のボタンを押すってことですね。そうです。やっぱり聞いてみるもんだわ。はい、うん、結構このつながると楽しかったりとか。なるほどですね、はい、あんまりパズルばっかり解かれても下の画面を見てもらえないので。そうですね、やっぱり減っていくっていうのは残しておいた状態で、はい、まあボタンでも解放できますよっていうのを残した形、はい、なるほどですね。うん、リュウちゃん今プレイしてて、はい、おすすめポイントというか感想どうですか。このつながるパズルがすごく楽しくて、はい、この角度でもつながるなっていうのを後で発見するとすごい悔しくなるんですし、毎回試したくなる。結構快感系パズルだと思うんですね。なるほどですね。これ上のパズルっていくつでもこう動かすことできるじゃないですか、はい、画面中にあるのをできるだけこう まとめてからやっちゃおうっていう気になりますよね、はい、まさに1個でも忘れるとそれが悔しいのよね。そうです。じゃあ名人は全部これをずらして綺麗に繋がるようにしてこれやるんじゃないですか。そうなんですか、やろうとしたらね。あ、ちょっと時間がねなくなってきたんで最後におすすめポイントとかがあればお願いします、はい。多分30代40代の人にはすごく懐かしいキャラクターとか出てくると思うので。あ、そうなんですね。こうやっぱりエイティーズっていうバブルの荒波キャラクターはすごく古いモチーフを取ってます、うんうんうん、なので、まあ、若い子には新しいものに見えて、はい、30代40代の人には懐かしく思ってもらいたいゲームです。なるほどですね、はい、はい、じゃあそれではまず1作目ということでビーンズ1980をご紹介しました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
ですね2作目のご紹介、イートビートデッドスパイクさんという作品を紹介いたします。よろしくお願いします。ゲストはこの方です。はい、アークシステムワークスより、来ました加藤ひたると申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでイートビートデッドスパイクさんとはどんなゲームなんですか。はい、ですね、弊社より出てます 2D 対戦格闘ゲーム、ブレイブルーの主人公ラグナザ・ブラッドエッジの必殺技である、はい、デッドスパイクがですね、はい、主人公になりまして、はい、アイテムを、食べまくるというリズムゲームになっております。それでどっかで見たことあったんだこのキャラクター。はい、まあ、だいぶ変わっちゃいましたけどね。なんとなくね。はい、でリズムゲームで、はい、ね、じゃあもうちょっと時間がないので早速プレイいっちゃいますか。はい、そうですね、やってもらえれば分かるようになってますんで、はいはい、まずこれは、はい、こうやって動いてくるんですね、マークが、はい、そうですね、右から左に食べ物が、はい、いっぱい出てくるので、はい、これ食べていくんですけど、これ画面上に R と L ってやるのを R が来たらあの丸に合わせてR を押せばいいし、はい、L が来たら L を押せばいいし、で他の押すやつは、そうですね、長いのが、出てくるんですけど、その時は、長押しを押しっぱなし、はい、うん、でもう一つありますよね。もう一個、これは L を押しっぱなしね。しで、でもう一個は、しましまのが出てくるんですけど、はい、それは両方を連打してもらえます。連打、はい、食べれますので上手に組み合わせて食べてみてください。食べてみますね。はい、食べちゃうんですよね。そうですね、もう何でも。これがね、単純なようだけど時々間違えるんですよ。はい、で特にあのイージーから上に行くとね、うん、ノーマル、ハードに行ったらですね、ええみたいないきなり数が増えてきますからね。さすがにこうリズムゲームだなっていうね。それまではあの4分音符とか2分音符だったのが8分音符とか16分音符になってきてね。これ今楽曲って何曲ぐらい入ってるんですか。今は13とかだったらちょっと全部。あ、そうなんですね、はい、毎週、更新してってるので、はい、はい、あ、そうかそうか。で今週もまた2曲追加する予定で。あ、今、へえ。さあ、これパーフェクト。あ、これは連打ですね。はい、これ終わりかな。はい、ということで B ちょっとタイミングが合わなかったところがありますね。はい、まあ、今ノーグッドがバッドが7個ぐらい、そうですね、まあ、結構判定は甘めなんで。あ、そうなんですね。はい、結構簡単に取れると思うんですけど、はい、まあ、ちょっとここねいろんな機材回してるんで音がね、はい、ちょっとずれたりするんですけど、あ、ね、そう、まあ、その影響もあるっていうのを彼女のために言っときます私のために、まあね、まあ、皆さんはちょっと自分でちょっとやってみてくださいね。そうですね、ぜひプレイしてみてください。はい、じゃあハードかノーマル見てみたいんですけど。え、本当ですか。あ、キャラクターも変えますか。そうなんですよ、ね、キャラクターがいろいろってこうやって選べるんですけど、はい、あとですね、ここのキャラクターも選べるんですけどですね、それで、はい、ここも選べるんですけど、この食べるキャラクターも実は選べるんですよ。はい、お、ウロボロス、はい、ユーバーなんでこういうキャラクターも追加されてますので、はい、じゃあウロボロスでいきますか。はい、かわいい。でノーマル、はい、ハード、ハード、じゃあノーマルでいいや、ノーマルで、あのハードは皆さん自分で確かめてみてください。はい、やばいです、緊張してきました。本当全然ちょっと音を大きくしてあげてくれますか。すいませんね。あ、もうやばいです。トゥン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 。このリズムを、リズムゲームって一回でっていうのはなかなか難しいから。そうですね、曲を覚えていただいて。そうなんですよね。リズムに乗ってやると思ったより難しくない。うん、まあでも、ね、使うのが左右の親指だけだから。そうですね、そういう意味ではね、そんなに難しくはないんですけど、まあ、ただそのリズムをどれだけ覚えられるかどうかっていうね、その楽曲があって3段階かけるっていう全部掛け算じゃないですか。そうですね、そういう意味ではね、難しさとしては。うん、トゥントゥンだもんね今のね、うん、もう8分音符に16分音符2つっていう。もうわかんない、もうわかんない、これ8分音符だ、これ8分、16分、8、16分、もうわかんない、あ、長い、長押し、長押し、落ち着け、落ち着け、あ、あれ
っと待って、俺の方が上手いと思うこれ。ねえねえ、うん、ただちょっとね、あの俺ね、あの、はい、目がなんか、はい、ちょっと老眼だから、はい、iPad ぐらいの大きさでないとダメなんだけどね、はい、全然パッドでやってたんですよね、ずっと俺は iPad でやってて、うん、あ、これやっぱりこれぐらい大きいと楽だなみたいなね。さあどうですか、プレイの感想ね。リズムゲーム難しいんですけども、うん、はい、あの2個でできるんで私でもできるかなっていう、すごい楽しんでやらせていただきました。もう一つだったけどね、ちょっともうちょっと本当はできたんですけどね、緊張もあったんですね、きっとね。ね、はい、こんな人に遊んでほしいなみたいなある？あ、メタラーの人に遊んでいただきたいですね。メタラ、はい、楽曲が基本的にメタルの音楽になってるので。あ、そうなんですか、はい、そうですね、まあ、メタルというか、まあ、ロックですね、うん、ロック。そうなんだ、おすすめです、メタラーの方は。はい、じゃあ最後に告知とかありましたら。そうですね、お願いします。また近日中に、まあ、先ほども言ったんですけど、はい、まあ、あの新曲の配信と、はい、あと、新システムと、新機能も、追加、する予定なので、はい、まあ、これブレイブルーの、ファンももちろんのことなんですけど、うん、まあ、いろんな、まあ、ゲーム自体も簡単なので、まあ、いろんな人にプレイしていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ということで、イートビートデッドスパイクさんでした。はい、そして今日もですね、あいつが来てます。ドキドキマン、ドキドキマン、今日は2号だ。はーい、ちょっとビートを刻んでみました。ドキドキマンバージョン2です。さあ今日は2本タイトルをやらせていただきましたが、皆さんどうだったでしょうか。あくびをしてる間に見逃しちゃダメだぞ。最悪な事態にならないようにみんな気をつけるんだ。さあ我々は面白いタイトルを今後もどんどん紹介していくぞ。みんな今後もぜひ期待してくれよな。それではまた次回お会いしましょう。はい、ね、あのスタッフ全員がこっち見ろこっち見ろって言ってんだけど、あのメガネ見れないんだよ本当にね。見えないんでね。さあということで、高橋名人のドキドキアップ、次回も楽しいゲームを紹介したいと思います。よろしくお願いします。またね。この時間はドキドキグルーヴワークスの提供でお送りしました。